皆様、ようこそいらっしゃいませ。マリアと申します。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。今日ご紹介する VTuber のニュースはこちら。麻雀の大井隆晴プロ、グンドウさんについて配信で語る、です。配信中では30分ほど語られているのですが、ここでは一部を抜粋して書き起こしています。いつもお世話になってるグンドウが、野球のつぶやきで、たくさんの人を怒らせてしまったということで、僕もこういうのは無視した方がいいのかもしれんけど、こういうのは無視を決め込む性格ではないのでね。これを無視することがいいことだとも思ってないんだね。正直な気持ちを話していこうかなと。最初に、まあすごくたくさんの人が誤解してることがあって、僕は別にグンドウさんとは手も握ったこともございませんし、恋人でも嫁でもございませんので、まずね。ただ YouTube を始める前からいろいろ麻雀配信でお世話になって、公式放送でお世話になってて、僕が YouTube を始めてからも今このチャンネル登録者数になってるのも、まああの人のおかげってところもあるので、2時3時のたくさんの人とつなげてくれたのもあの人だし、今麻雀のジャン玉関連の仕事だったり、いろんなイベントが盛り上がってんのもグンドウのおかげってのはあるので、誤解を解きつつもちゃんと話そうかなと思っております。つぶやきとか普段の言動についてね、僕は正直言うとね、別にかばうつもりもないし、かといって彼女を怒る立場にもないというか、僕も普段過激な言動をしてしまうこともありますし、反省しないといけない言動は今回をきっかけにあるなーってのは思ってるし、あの子に怒れるような人生を歩んできてないというか、怒れるほどの身分じゃないというかね、とてもじゃないけど迷惑をかけんじゃないと言える立場にないので、そんな大それた人間じゃないので、怒ることもかばうこともないかなというのが正直なところでございます。軍道の麻雀関係の功績ってのは確かにあるわな。裏垢か何か知らないけどあるらしいね。その噂が出てたから朝5時くらいに見たけど、元気ですってのはその体調面とかやんじゃってませんっていうファンに対してでさ、一般の人に投げかけてないよね。裏垢ってそういうことだよね。あそこにフォローして40何万人チャンネル登録じゃなくって何千人、たかだか何千人のファンに対して言ってるんだよね。コメントから元気かもしれんかもね。から元気に決まってるじゃん。全然元気ないよ。そういうのって僕は大人だからわかるし、ファンに対して体調面は一応元気ですって言ってるだけで、それが反省の色がって思う人は、あの人が最初から憎くて空が青いって言ってもなんで息してんだって言いそうじゃない。僕は大人だから正直言って、僕はね、それが大人か子供か知らんよ。でも俯瞰で見れるから物事を、俯瞰で公式じゃない SNS で自分は元気なんでみたいな。はっきり言うけどさ、僕は擁護なんかしないけど注意の仕方もおかしいと思うよ。誰も頭にぶつけて死んでしまえなんて書いてないわけじゃない。なんか頭部にデッドボールを食らって死んだ人もいるんだよ。とかメジャーって漫画でデッドボールが原因で死んだんだよって、じゃあお前も死んじまえみたいなこと書いてる人もいるけど、僕はそれは違うと思う。間違ってると思う。そういうこと言うんなら、あなたたちの言葉で死してしまった人もいるんだよ。そういう話を持ち込んじゃダメだって。自分の主張を通したいんだったらちゃんとした意見書かないと。デッドボールで何人もの方が亡くなってるのは僕も知ってるよ。だけど毎年何万人の方が死してるんだよ。これは友達だからじゃないよ。あなたたちが今グンドウの悪口を書いてるあなたたちのことも心配して言ってる。それは正しいとは思わない。別に人数が多いとか少ないとか敗因だけど、そういうことは書いちゃいけないよ、ということでした。そうですね、グンドウさんが不適切発言したことに怒って誹謗中傷してたら本末転倒ですよね。グンドウ先生はああいう感じのキャラクターだから、昔っから批判されることは多くて、その中には理不尽というか意味不明なことを書いてる人も大勢いたんだよね。それでグンドウさん自体が頭おかしい人の意見とそうじゃない意見の区別がつかなくなって、ほとんどの批判をシャットアウトして行動や言動の改善をしてこなかったって部分があるんじゃないかと思う。本人が批判と中傷の区別がつかないんやったら、運営会社がバランス感覚を持って指導できればよかったんやろうけど、全く期待できんしな。裏垢というかプライベートアカウントというかのツイートですけど、謹慎が発表されてから数十分後にふざけたようなツイートをしたことは反省してないのかなと捉えられても仕方ないかと思います。
大井プロが言ったように、元気ですってつぶやいたくらいなら、それほど批判されることもなかったのではないでしょうか。個人的には2019年に、プライベートアカウントでの不適切ツイートが、大炎上して契約解除になった神童ライトくんの、事件があったのに。あれから他のアカウントでつぶやく、才能ルールか何かを何も、作ってないのかなというのが、気になるところです。ここで紹介した以外にも、大井プロはいろいろ語っておられるので、気になる方は、概要欄のリンクからチェックしてみてください。以上、バーチャルニュースでした。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。